こんばんは、中村舞です。こんばんは、結婚して音符ハート尊いサックスかな。あら、お疲れ、ありがとう。中村舞です。皆さん、雨降っててジメジメしてますけど元気ですか？猫ありがとう、かわいい、ありがとう。おかえり、ただいま。家です、中村の家ね。梅雨です、皆さんこんばんは、お疲れ様ね。大雨、そうですよ、もうどしゃどしゃ降っててすごいんですよ、本当に。ありがとうございます、めちゃギフト、ありがとう。もうすごい降ってる、今は分かんないけど、毛量、お風呂入った、お風呂入りました、さっき入りました、このみかん柄のパジャマ着てる、これ一緒、みかん柄なんだよ。乾かしたよ、なんかなぜこんなに髪の毛がボワッとなってるかというと、まあ、雨のせいもあるんですけど、まず美容室に行けてないというおかげで結構髪の毛が伸びたんですよ。美容室に行けておりません。行きます。ヤングガンガンさんのオフショットをちょっと載せていこうと思うんですけど、まだ X にしか載せないんですけど、あとはメール、すごい生きがい、ありがとう、生きがい、ドレス、そうなんですよ、ドレス、水色のドレスを用意していただいてて、そうなんです、なんかそのヤングガンガンのあの中の方が沖前公演をそう見てくださってて、ありがとう、このくまちゃん、そうで、そう沖前公演見ましたって、あのドレスがめちゃくちゃすごい綺麗で、ドレス姿がすごく綺麗で、あのなのでドレス一着、そうよ、衣装の中で一着用意しましたって言ってくださってて、そうなの、嬉しい、ありがとう。で、そう、なんかそうセンターお祝いってのもあって、なんかおめでとうって感じで撮れたらいいですなーっていいですなーって言ってくださって、そうそれで撮影しました。そんな言い方してないけど、そう、すごい、この指輪じゃないね、ハートか、ありがとう、ありがとう。あとは今日も写真集のあのショットが載ってたんだけど、私もね毎日何更新されるか分かんないから、今日更新されんのかなと思ってドキドキ見てるんだけど、
今日も載ってた。なんか結構ね更新してくださるんですけどね、毎日そうなんですよ、刺激が強い。ね、そうホテルの一室をで撮ったやつを、愛媛県、そうです、今回全部愛媛県で撮影してます。ドキドキ、更新される時間帯バラ、いやそうなんや、バラ、決まってないよね、定まってないっけ、あれ今日更新されるかなみたいな、はされたみたいな感じで私も見てます。ないのかと思ってた、ありました。楽しみ、仕事中あげます。なんで仕事中は、でも夜だね、更新大体夜。あ、ねきゅうさんドライヤー、そうお姉ちゃんドライヤーしてる、ブワーブワーブワーブワおへそ、私もうおへそについてお話し会でもめっちゃ言われたよ、本当におへそ、おへそいいですねみたいな、もう本当にいっぱい言われた、おへそいいですね、なんか多分あんまないですよね、おへそについてこんなに注目されること本当にめちゃめちゃ言われました。ありがとうございます、受験さんもありがとう。中村舞です。今までがそうって、確かに違いますよ、別にもったいぶってたんじゃなくて、なんか見えなかっただけで、そうよ見えなかっただけで、たまたま見えただけ、今回が。すごい、なんか可愛いのもらった、クマクマクマリングみたいな、クマクマクマ、セイシンさんありがとう、ありがクマ、指輪持ってる、パパパパーン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 、おめでとう。ジューンブライド、ありがくま、せいしんさんありがとう。まだ書いてない、書きます、すみません、ありがとうございます。なんでさ、こんなに雨で6月ってもう梅雨って感じなのにさ、結婚の季節なの？結婚の季節ってわけじゃない？もうなんかジューンブライドって言うよね。パヤパヤしちゃうじゃん髪の毛。アジサイだからだよ。そうなの？梅雨は日本だけだから、え？そうなの？
結婚式をする人が少ないから話題作りだよ。え、そうなの？なんか6月暇だから。え、そうなの？暇なの？人によりそうだけど。5月まで忙しいから。え、そうなの？夏にハネムーンに行きたいから。え、そうなの？暇だからって説もいっぱいあるんだけど。結婚式場の策略？そうなの？なんかヨーロッパの言い伝えみたいなのね。なんかすごいみんながいろんな説を持ってきてくれたんだけど、あの1個じゃなくってなんか5、6個ぐらいあるんだけど。好きなの選んでください。エンチャール。うん、超あるんだけど。諸説あります。なんかありすぎますって感じ。へえ。6月に結婚したい？いや、やめた方がいいんじゃない？なんて髪の毛がさ、パヤパヤするよ。なんかそのそればっかり考えちゃう。なんか髪がこうファーファーサファサファってならないかな。絶対さ、あれだよ、あのスピーチで今日は足元の悪い中って言わないといけなくなるよ。絶対にこの文章が入るよ。毎日雨じゃない。明日は晴れるかな。ニュースで梅雨明けはいつでしょうみたいなニュースやってて、梅雨入ったばっかりだよね。もう梅雨明けを予想するニュースがやってた。短期集中？え、いいよいいよ、短期集中がいいよ。長期間来るよりもなんか短期で雨降った方が嬉しい。短期集中型？いいじゃん、やるじゃん梅雨。嬉しい。そうなの？あと10日で梅雨が終わるよ。え、そうなの？なんかそれはそれでさ、あれだね、早くなんか夏が来た感じで暑くなりそう。短期集中か。災害になりやすい。え、降る量は変わんないからってこと？それは困るね。短期良くないよって。そうな、早く終わるけいいかと思った。良くない。なんか家に帰ったらさ、部屋の中別に雨が降ってるわけじゃないのにさ、ジメーってしてさ、なんか嫌だった。なんかジメジメしてた部屋の中も。しかもさ、洗濯物外に干せないよね。え、除湿してる今。なんか梅雨じゃなくて年ちゃんとこう定期的に雨が来たらいいのに。
花束ありがとう。ありがとうございます。梅雨は大事なんだよって言われた。はい、はい、雨は確かに大事ですが、でもさ、北海道は梅雨がないって聞いてさ、北海道はあまり雨が降らないってこと？猫ありがとう。その分冬に雪が、はっ、それで水が出てくるってこと？そういうこと？いや、そしたらさ、あ、雨不足って水不足になるのかなと思ったんですけど。今ね、どうやったらジャガイモは育つのかって考えた。どうやってジャガイモ育つんだろうって。いや、水不足したらジャガイモね、北海道ってジャガイモ有名だよね。え、そんなことない？なんかジャガバターのイメージが勝手にあるんだけど。ありがとうございます。47都道府県いくつぐらい制覇したの？全然制覇してないよ。行ったことない県の方が多いよ。行きたいんだけど。みんなどこに住んでんの？ここにさ、47都道府県みんないるかな？岩手県は行ったことないよ。東北はあんまないかも。長野もまだ来てないよね。え、長野、ないと思うよ。北海道はある。関東も全部はないでしょ。え、関東がさ、何県あるか分かんないけど、群馬は？群馬ってどこに入るんかいね。栃木、群馬。いやね、栃木はあるんですよ。ただ本当に栃木感ある感じじゃなくって、なんか確か本当にあれですよ、ドラフト会議のなんか合宿で栃木、なんか栃木と岐阜ぐらいかな、なんか2カ所ぐらい連れてってもらったんですよ。え、茨城かな、え、わかんない、なんかもうバスで行ったんですけど、結構遠い、なんかちょっともう人気の少ないところに行って合宿したんですよ。で、そう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 、なんかその時に行ったぐらいで、多分あんまりない、なんか行った感がない。そう、人気少ないとこで、なんかほんとみんなで
合宿できる感じのところ、山って感じのとこでやるの。茨城は山形の里で言ってた。なんかラーメン帰りに食べた思い出ある。なんかニンニクみたいなラーメン食べた。ご飯でそうラーメン食べました。和歌山滋賀奈良は来たことないと思うよ。これが聞いてください。私多分奈良には行ったことあるんですよ。多分中学の修学旅行とかで行ったんですよ。京都奈良みたいな感じで、確か奈良は行ったことがあるはず。中学の修学旅行がその付近行ったので、なんでもう STU に入ってから多分行ってないんですけど、いや、はい、行ったわ奈良は。え、そうだよ、鹿見に行ったよ。鹿見に行ったっていうか、お決まりで鹿にちゃんと襲われかけたもん。鹿せんべいあげた。人数全然足りないぐらい、もう鹿せんべいに対しての鹿の人数がやばすぎて、本当にもうごめんねって感じ。本当にもう驚くぐらい鹿の人数がいっぱいいて、何人いたかな、めっちゃいた。和歌山はないかも。でも和歌山はあれだよね、なんかみかん愛媛とライバルみたいな感じ。あ、そんなことない。なんかみかんの柑橘のなんかちょっとバチバチバチみたいな感じですよね。行ったことないけど。そう考えたら意外と言ってるかな。なんかそんなことないかな。市があるか。どうだろう。携帯がただいまやばいかも。私の携帯がもう落ちまくって、ただいま電池ってこの子電源が落ちちゃった。もうなんか多分寿命が来てるんですね、私の携帯の。もうバキバキすぎて。ただいま。寿命早くない？いやもうねめっちゃ使っとんよ。2年以上使っとる。混ざってる？うそー。今どう？戻った？なんかね、もう
で電波も悪いんかな。やばい、もう満身創痍、満身創痍の携帯です。悪くなる、私の携帯がバッキバキなんですよ。もう表も裏もどっちが表か分かんないけど、バキバキ。悲しい。あ、終わっちゃう、もうお休みって言われ始めたんだけど。いつもね、使えなくなって買い替えるの。なんかもう画面が本当に使えなくなって固まって、もう動かなくなって買い替えに行くんだけど、早めに買い替えに行った方が良さそう。おやすみ、おやすみ、ちょっと待って、もう限界。男女呼ぼ。太郎くんさん、よっちゃん513、福太郎さん、まさ太郎さん、くまねパパさん、考えなしさん、はやりんごさん、ふくちゃんまるさん、きなぺこさん、まささん、もとまちさん、アルフォートさん、精神さん、あ、1位はドルドドン、精神さんでした。ありがとうございました。また明日。今59分、明日 は月曜日だ。黒いの何あれ、バッグです。明日は月曜日、また明日。おやすみ。シクシクしないで、泣かないで。おやすみ、また明日。マウスピースした、これからします。おやすみ。また明日。明日も頑張ろう。またねー。